時刻はただいま2時20分を回りました。ここからは月曜日のコーナー、引き出しの中のラブレターです。面と向かっては言えない心の引き出しにそっとしまってしまった大切な思いをお手紙という形で番組までお寄せいただき、それを朗読とピアノの生演奏を通してご紹介するコーナーとなっております。アシスタントは引き続き白玉さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ白玉さん、先週の引き出しの中のラブレターなんですけれども、はい、気づかなかった母の愛情という、そんなソングレターとともにお手紙をご紹介したんですけれども、はい、お生まれになった日にですね、まさにお母様が出血多量でお亡くなりになってしまわれて、で9歳の時に、継母が新しくお母さんが来たんだけれども、そのお母さんとのこのドラマをですね、今は施設で認知症になってしまってという、その当時お手紙をいただいた時のことなんですけれども、そういった作品になったわけなんですけれども、実はですね、私のこの引き出しの中のラブレター、放送後にアーカイブで、それ YouTube にアップしているんですけれども、その YouTube にですね、そのお手紙をくださったマサさんという方からコメントが実は来ておりまして、はい、ちょっとそれをご紹介いただきたいんですね。はい、マサです。ありがとうございます。母は亡くなりましたが、生きている間に内観法で憎んでいた継母に対しすごく感謝できるようになれてよかったと思っています。曲や今回の動画、大変ありがとうございます。感謝いたします。はい、というねコメントいただきまして、本当に嬉しいなというふうに思っております。はい、この曲を作らせていただいたのが2019年でしたので、その後のこともここのコメントに書かれていて、あ、そうだったんだなと思いながらですね、拝読をさせていただきました。はい、はい、ということで、内観療法ということでですね、多分リスナーの方も初めて、お知りになった方もいらっしゃるかと思うんですけど、はい、私も初めて知りました。でもその中でね、いろいろやっぱり思い出していくということですので、この引き出しの中のラブレターにこう手紙をね書いて応募してみるということも一つの内観療法なんじゃないかななんてことをね、先週はちょっとお話をさせていただきました。それで私ね、ちょっと思い出した あるドラマがあるんですけれども、だいぶ前ですかね、 TBS ドラマでトンビという、作品がありまして、これね小説家の重松清さんの、原作を元にした連続ドラマで、確か映画化もされたんですよね。そうですか。はい、で、第1話の時にですね、うちの母が非常に感動して、これはもう見た方がいいということで、実家に行った時にですね、なんか一緒に録画を見たっていう記憶があるんですけれども、はい、お話としてはですね、まさにこうアキラさんというね、主人公を佐藤健くんが演じるんですけれども、その子供の頃のエピソードが第1話で描かれたんですが、トラック運転手のお父さんをうちの西洋さんが演じていて、でお母さんが時は貴子さんが演じてるんですけれども、3歳の時にお父さんの、働いてるのを見たいっていうふうにその3歳のアキラくんが言ったことで、職場に行くんですよね。でその時に、夢ができたりとかっていういい一面もあったんですけれども、その時にそのアキラくんの上にちょっとこう重たい荷物がですね落ちてきそうになるっていう、でそこで反射的にそうお母さんがそのかばう形になって、結果としては命を落としてしまって、そして父一人子一人で育てられていくっていう、そんなねエピソードの、作品で、非常に感動的で家族っていうことを考えさせられる話だったんですけれども、主題歌がねまた素敵だったんですよ。これがね福山雅治さんで、誕生日には真っ白なユリよっていうねタイトルの曲なんですけれども、こう非常にね素敵な作品なので、ちょっとここでねご紹介したいと思います。福山雅治さんで誕生日には真っ白なユリよ。はい、ただいま福山雅治さんで誕生日には真っ白なユリよお聞きいただきました。ね、大変歌詞も曲も素晴らしい作品だなと思っておりますけれども、さあそれでは白玉さん、本日の引き出しの中のラブレター本編に参りたいと思います。はい、
本日はですね、お母様に対しての思い、まあ、それからお父様に対しての思い、両親への思いをですね、娘さんが、まあ、綴ったお手紙を元にしたソングレターをちょっとご紹介をさせていただこうと思います、その娘さんが実際に自分が子供を産んだことによっていろいろな心境の変化があって、そして、ソングレターを送りたいということで、まあ、私の楽曲である、僕が生まれた時のことという楽曲を大変気に入ってくださって、それでソングレターを依頼したいということでお手紙をいただいた、そんな方のお手紙でございます。では白玉さんに、朗読をしていただきまして、それを元にしたソングレターをそのまま作品としてお聞きいただきたいと思います。それではよろしくお願いします。パパさん、ママさん、いつもいつもありがとう。子供が生まれ、里帰りでお世話になった以降も、買い物とかを手伝いに来てくれたり、とても助かっているし、心強いよ。結婚して家を出てから仕事をしていたので、近くに住んでいながらもあまり普段は会えなかったけど、子供ができて産休育休を取っている今、たくさん会って話すことができるのが嬉しいよ。結婚して家を出るときはもちろん、子供を産んで里帰りから戻ってくるときにも、寂しくて涙が出ちゃったのを隠すのが実は大変でした。でも近くに住んでいるから頻繁に会うことができ、孫を可愛がってもらい助けてもらえるのはとても贅沢で幸せなことだと思う。おばあちゃんが早くに亡くなっていたから、ママさんは私や弟が生まれても里帰りせずにパパさんと二人で頑張って育ててくれたね。パパさんは仕事で忙しく帰りが遅いから大変だったよね。私には無理だな。今いろいろと助けてくれてるママさんに感謝。私はまだまだ新米ママで未熟者だけど、いつかママさんのようになりたいです。パパさん、ママさん、いつもいつもありがとう。二人から愛情を注いでもらって育ててもらったので、家族が一番大切だということを自然に思えるよ。普段は言えないし恥ずかしいけれど、二人の子供で世界一幸せ、心から尊敬でき誇りに思える両親だよ。たくさんの愛情を注いでもらったそのお礼をパパさん、ママさんに返しつつ、次につなげていくね。いつもいつもありがとう。では今のお手紙を元にしたソングレター、いつもいつもありがとう、どうぞお聞きください。
自分が親になって初めて気づいたことがたくさんあるよ。可愛い我が子、愛しい気持ち、同じように育ててくれてたんだね。その一方でずっと泣かれてイライラしたりすることもあり、自分の時間持てない中で大変な思いもさせたよね。2年ぶりの里帰り、落ち込んで泣いてた時、頭を撫でてくれた手のひらはあの頃のぬくもりのまま、いつもいつもありがとう、二人のこともねよかった、世界一の幸せ次へとつなげるから。小さい頃はいろんな場所に遊びに連れて行ってくれたね。毎年いた軽井沢にもまた家族みんなで行けたらいいね。仕事の愚痴を決して言わない、それがどんなにすごいことかを、働き出して気がついてから尊敬の気持ちはさらに強く、いつだって私のこと自由にさせてくれてた、転職も結婚も子育ても何もかも支えてもらった、いつもいつもありがとう、二人のこともねよかった、世界一の愛をくれた、誇りに思うから、いつもいつも恥ずかしくてずっと言えずにいるけど、その気持ちを形にして次へとつなげるから。はい、ただいまソングレター、いつもいつもありがとう、お聞きいただきました。白玉さん、いかがだったでしょうか。素敵な曲ですね。もう愛情いっぱいこもったあのこのね、ご家族の姿が目に浮かびました。はい、
ありがとうございます。いろいろな家族のいろいろなドラマが本当にあるんだなというのをこのコーナーを通して感じさせていただいております。ぜひあなたからの引き出しの中のラブレターもお寄せください。以上、引き出しの中のラブレターでした。